アーチ面を形成している石材がセリー石である。セリー石はアーチを構成するくさび型の建材で石でできていることが多い。なお、アーチやボールトを構成する石はすべてセリー石だが、そのうち頂上部にあるものをキーストーン、一番下にあるものをサコ樹石と呼ぶ。キーストーンは装飾を施してあることが多く、他のセリー石より大きいこともある。 16世紀のマニエリスムの建築家は、キーストーンを若干下に飛び出した形にすることが多かった。サコ樹石は一番下のセリー石で、アーチが壁や橋脚からせり出し始める部分にある。ベスワオという言葉は、ターンを意味するフランス語の動詞に由来する、中英語から取られた職人言葉である。セリー石はくさび型であり、上からの重量を徐々に方向転換させる役目がある。 アーチ橋に見られるように、セリーシは石の圧縮強度を利用して効率的に重量を分散させている。セリーシの外側の面をエクストラドウスと呼ぶ。コルドバのモスク。赤と白のセリーシが交互に使われている。イスラム建築では赤と白のセリーシを交互に使ったものがよく見られる。ありがとうございます。